全面刷新されたマイバッハ S クラスが日本発表 S580S680 が導入されます。デザイン、価格、デリバリー情報をお伝えします。はじめにマイバッハ S クラスフルモデルチェンジ、最善の中の最善を目指した超高級車マイバッハが誕生したのは1921年のこと。カールマイバッハと父。 ビルヘルムの手により、22、70HPW3 が送り出された。その後、超高級車ブランドへと成長し、当時のセレブたちに愛用されたものの、1940年で乗用車の生産を終了する時は流れ、再び2002年、その名が復活。それが、メルセデスの最上位モデルに位置する超高級車。 マイバッハである W220 型 S クラスをベースとしながらも各部の専用設計及び税を尽くしたアップデートを加えることで喫水のショーファードリブンへと生まれ変わらせていた2014年にはその立ち位置をより明確化させメルセデスのサブブランドメルセデスマイバッハを冠したメルセデスマイバッハ S クラスにリニューアルベース車も 当時最新の W222 型へとアップデートされていた。そしてマイバッハブランドの100周年を迎えた今年、その最新世代がいよいよ日本上陸を果たした。新型 S クラスに磨きをかけた最新作、メルセデスマイバッハ S584 マティック。メルセデスマイバッハ S684 マティックは、メルセデスのサルーンのフラッグシップとして、 どのような進化を遂げたのだろうか。新型メルセデスマイバッハ S クラス外観。7月1日に日本発表された新メルセデスマイバッハ S クラス以下、マイバッハ S クラスのスタイリングは S クラスベースであるが、各部を専用化し、より伸びやかなデザインとなっている。それもそのはずで、マイバッハのボディはメルセデスベンツの S クラスロングホイールベース仕様よりもさらに、 ホイールベースを1 8 0ト、mm、ルも延長。もちろん、サイズアップの目的は、主役を招き入れる鉱石スペースの拡張にある、主品石となる鉱石を包み込むピラーには、マイバッハのエンブレムが備わり、特別な椅子クラスであることを主張。力強さと、優雅さも合わせ持つフロントマスクは、メルセデスマイバッハ専用に仕立て直されており、縦格子デザインの大型グリルを装着。 それを支えるように、やはり大型化させたロアグリルが取り囲む。その結果、新世代、メルセデスの持つスポーティなテイストが薄まり、S クラスとのキャラクター差別化にもつながっている。リアスタイルは、一見、S クラスに近いイメージだが、コンビネーションランプにも、 内部ライトを追加するなど特別仕様が施される。さらにテールライトの一部を動的に点灯させることで、夜間走行時の特徴的なアクセントになっているという。またリアワンパーとエグゾーストエンドも専用仕様となり、落ち着きと重厚感のあるリアスタイルにまとめている。もう一つ注目すべきトピックは、ボディカラー。マイバッハ独自の世界観を高める。 特徴的な2トーンのボディカラーも復活する。日本では今後、オプションで導入される予定というから、こちらもどんな組み合わせが選べるようになるのか楽しみなところだ。